ですか？お前の入門1周年記念よ。ありがとうございます。まあ遠慮せずにどんどん食え。あんたは金出してないだろうが。あれ、さっさと食え。じゃあ遠慮なくいただきます。しかしもう1年か。はい。じゃあそろそろ新人王戦じゃねえか。はい。ってことは1回戦の相手が気になって仕方がないだろう。実はそうなんですよ。もう毎日ドキドキもんで。新人王か。俺様あっさり取っちまったからあんまり印象がねえな。この人は圧倒的だったからな。木村さんや青木さんはどうだったんですか？木村は確か女に振られて熱出して危険だったよな。違いますよ。振られる前から風邪で熱は出てたんですよ。大して違わねえだろうが。あの青木さんはまずいこと聞いちゃったかな。俺はよ、結果的には1回戦で負けたんだけどよ。だがな、相手は後のチャンピオン候補って言われるやつでよ、フルラウンドで打ち合ったんだが判定で持ってかれちゃって。そんな落ち込むことないですよ。チャンピオン候補相手に立派じゃないですか。そう思ってくれるか。そいつも2回戦で簡単に負けちまったけどな。だけどどんな強くてもラッキーパンチでやられちゃうこともあるし、そいつに勝ったやつも3回戦であっさり負けて、それでまたそいつに勝ったやつは4回戦でコロリと。すいません、僕が変なこと言っちゃったために。あの野郎、張り切りすぎだぜ、木村タッチ。情けねえな、てめえそれでも6回戦かよ。うるせえ、懐に潜り込まれちゃ手がつけらんねえ。一歩の野郎、かなりインファイトをものにしやがったな。腹が立つくらいタフになりやがって。よし、俺が一丁揉んでやるか。一歩君、新人王トーナメントのファックスが届いたよ。はい。一歩はどこだ？ A ブロックですね。宮田と真柴は B ブロックのシードか。さすがだな。この二人が潰し合うのはラッキーってとこか。しかし A ブロックだってシードを破っていかなきゃならねえ。これだと決勝まで行かないと宮田とは戦えねえな。厳しいぜこりゃ。はい。でもそれより今は一回戦の相手です。なんて人ですか？ジェイソン・オツマって読むのかな。これ変わった名字だな。八戸の方じゃ多いのかね。ヤギちゃん、わしらは資料探しや。はい。しかしジェイソンってのは大胆なリングネームだな。なんか不気味なもんを連想させられるぜ。それに対してこっちは幕の内か。迫力負けだな。ここは一つ一歩もリングネームをつけてみるってのはどうだ。僕にリングネームですか？ジェイソンに対してフレディ一歩。いまいち。じゃあピューマ一歩ってのはどうだ。イメージじゃねえな。よし、それならこれだ。ビッグマラー一歩。おー、それちょっとかっこいいですね。ビッグは大きいでしょ。マラーはどういう意味なんですか？これだ、これ。ロードワークに行ってきます。おい、ちょっと待て一歩。歌回ろう一歩ってのはどうだ。もうリングネームはいいです。藤井さん。よう。リングネームじゃない。またまた、そんな名前の日本人いるわけないじゃないですか。だから日本人じゃないんだよ。本名ジェイソン・オズマ。青森の三沢基地に勤務する在日米軍兵だ。こんなのありですか？オーソドックススタイルのボクサーパンチャー型で、戦績は3戦3勝 3KO。 あれ、資料ってこれだけですか？いや、それが東北地方でしか試合をしてないんで、詳しい資料がこっちにはないんだよ。今青森の支社に連絡して資料をかき集めているところなんだが、噂によると相当強いらしい。どうするよ一歩。どうするったってやるしか。その通り。
今の段階では相手に合わせるより貴様のボクシングを煮詰めるしかあるまい。はい。えい、オズマ、フィニッシュ。おい、大丈夫か？はい。オーケー、ザットパーフェクト。ナイスフックだ。おー、血が出てます。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫だって、このぐらい。おー、そうですか、心配しました。練習どうもありがとうございました。せっかく、相変わらず凄まじいフックだな。なんつってもオズマのフィニッシュブローだからな。大丈夫か？ああ、だどもヘッドギアなかったら首から上が吹っ飛んでたで。オズマ、今日は東京に行くんだ。もうその辺で切り上げて着替えてこい。おお、わかりました。まったく、あれだけの才能を持ってる上に練習に真面目とくるんだから。出発の日ぐらいゆっくりしとけって言ったんだがな。デビュー参戦で会長が教えることがなくなるはずだ。この新人王戦は地方選手のオズマにとって名を上げるもってこいの舞台だ。あいつには何としても一花咲かせてやりて。おお、ママさん。ん？あんた何？今日も練習が？いつも練習は当たり前です。それよりサンドバッグの皮を直すの力いる僕変わります。まず気にしねえで、あんた選手なんだから練習だけやってる。ノーノー、サンドバッグ壊すの僕が直すの当然です。こんなことであんたに怪我でもされたら宇治の人に怒られるぜ。ママさん、僕もっと強くなる。強くなってチャンピオンになればグローブもサンドバッグもみんな買えます。そうすればママさん大変な思いしなくて済みます。何喋ってんの。そっただこと気にしないで、あんたは自分のために戦えばいいんだ。ノー、ファミリーのため戦いたい。おつま、練馬検討会の会長には話は通してある。俺もなるべく早く駆けつけっから。オーケー、日本人みんな親切。大丈夫、僕一人で何の不安もないです。最終調整だってのに力になれなくてすまね。おーノー、みんなボロボロになるまで付き合ってくれた。強くなれたのみんなのおかげ。何言ってやがんだ。おめえがスパーで実力の半分も出せてねえのは分かってんだ。悔しんども、俺たちじゃもうおめえの調整相手は務まんながべ。バカ野郎、これから戦いに行こうって男が何しけた面してんだよ。だってみんな寂しいこと言う。新人を取れな、オズマ。おめだば地方ジムのフルなんかぶっ飛ばせるべ。試合は必ず応援さ行くからな。オズマ、これ持ってけ。東京では何がどうお金かかるべ。すぐねえどもタスに捨て。ノーノー、僕お小遣いちゃんと持ってます。それいらない。いいから。ママさん、みんな見てて、僕必ず勝つ。一歩のやつやけに気合が入ってるじゃねえか。もしお前が黒人ボクサーと当たったらどうなると思う？そうだな、正直な話、実力の半分も出せねえかもな。だよな、ボクシング王国アメリカを代表するボクサーはほとんど黒人だもんな。だがよ、あの強気はどうだよ。意外とビビってねえみてえだな。あの分ならプレッシャーに負けるってこともなさそうだな。ジェイソン・オズマさんか。強いんだろうな。藤井さんも強いって言ってたしな。ダメだ、弱気になっちゃう。勝ち上がっていけばいつかは強い人と当たるんだ。それがちょっと早いだけのことだ。110分。宮田君と戦えるのは決勝。それまでは絶対勝つ。ああ、
音させてんな。誰だ？八戸から預かったっていう大妻だよ。へえ、あいつが。しかしすんげえバネしてんな。おい太田、同じフェザー級で新人王にエントリーしてるんだろ。お前もうちのホープだけどよ、ちとヤバいんじゃないの。トーナメントブロック違いでよかったな。よう大妻さんよ。そんな隅っこで練習してないでリング上がんねえか。あんたスパーの相手探しに来たんだろ。せっかくだから手合わせしようじゃねえか。おお、でもいいですか。あなたは僕と同じ新人王にエントリーしてる。そんなこと気にするなって。予行演習のつもりで軽くやろうぜ。いや、あ、太田と大妻がやるぜ。こりゃ見物だな。太田も強いからな。太田さん、ヘッドギアは。いらねえんだよそんなもんは。おらおら、どうしたよ。お、太田さん、ヘッドギアつけてください。お、なんだよ。意外と見かけ倒したな。おいおい、もろいな。スパーの相手がいないって本当かよ。思う存分力試してこいよ。頑張れ。そんなんでよくヘッドギアつけろなんて言えたもんだな。オーケー。おい、太田、太田、担架持ってこい。救急車だ。ええ、フック一発でパートナーを病院送り。太田選手は新人王危険だそうです。ジェイソン・オズマ、こいつは想像よりはるかに強敵ですよ。フィニッシュブローはフックか。接近戦を信条とする小僧には一番相性の悪いパンチじゃ。高村、ちょっと来い。え、なんだよジジイ。おじょ、はい。グローブつけてリングに上がれ。え、早く上がれんか。あのすみません、リング使うんですけど。ええ。喜べ、俺様が相手してやるぞ。何を騒いどる。高村さんが相手なんて7階級も違うんですよ。もらったら死んじゃいますよ。なんじゃと。ダメだ、何が何でもやらせるつもりだ。いいか、高村のフックを避ける。え、あれ、ああ、どう。ああ、こりゃいいストレス解消になるわ。バカモン、いきなり打つやつがあるか。まだ説明の途中じゃ。なんだよ、まどろっこしいな。ヘッドギアがなかったら死んでたかも。ならば今お前は大妻に殺されていたということじゃな。え、今のフックは大妻のフィニッシュブローを仮装したものじゃ。え、そう。16オンスつけてると言っても高村さんのパンチはフェザーとは破壊力が段違いですよ。大妻のフックがそれと同レベルのパワーとスピードがあるっていうんですか。いや、スピードだけならあるいは高村より上かもしれん。黒人のバネというものはそれほど瞬発性に優れておる。しかしフックはミスブローしたとき一瞬完全な無防備状態となる。高村のフックをかいくぐり一発でも返すことができればその一瞬をつかむことができるはずじゃ。え、あれをかわすんですか。あとどうか僕にできるんだろうか。それができんかったら貴様の新人王戦は一回戦で終わりじゃ。東日本トーナメントの決勝だ。それ以外のとこじゃ待ってねえからな。やるしかない。わかりました、お願いします。よし、ならばダッキングじゃ。ダッキングを磨いて磨いて磨き抜け。はい。ダメだ、こんなんじゃとても大妻さんに太刀打ちできないよ。理屈じゃわかってるんだけどな。
ちょうどこのくらいか。よし。こりゃ難しいや。でも何回も練習すれば。かったー、もう一度。鉄棒で練習したんだ。今日こそかわすぞ。こんにちは。おお、来たか。昨日はなんかしっくりこなかったから、今日は先に体温めておいてやったからな。さて、楽しい特訓始めるぞ。よろしくお願いします。一日ぐらいじゃ甘いよね。よし、今日こそは。いけない。練習お願いします。よっしゃ。なんと、アッパー。いつ来るかわからないフックにいつでも反応できるよ。これからは違うパンチも混ぜるからな。そんな。じゃ間に合わないよ。いや、頑張るしかないんだ。諦めたら終わりだ。パパ、やっと目覚ましたか。その顔。お前が気絶してる間、あの野郎感覚忘れるとか言いやがって。このありさまだよ。すみません。それは木村にも言ってやって。なんで俺がこんな目に。おれおれ。どうした。高村さん。おお、起きたか。すいません、お待たせしました。ファミリー、僕にはもともと家族いない。日本の基地に配属決まった時も見送りいなかった。いつも寂しいだけ。体を動かせば紛れると思ってボクシング習った。日本のみんな優しくしてくれた。今はジムのみんなが僕のファミリーのため頑張る。僕のファイトの理由それだけ。誰相手でも負けられない。負けるわけいかない。まだまだ。ヘロヘロのやつタコ殴りしたって面白くねえんだよ。目で確認してからじゃダメなんだ。あれ、顔元に戻っちまったじゃねえか。ええ、顔面直撃はさすがに減りましたからね。なんだつまんねえな。でも最近は後頭部ばかりにガンガンもらっちゃって、頭がぼーっとしちゃいますよ。バカ野郎、てめえが避けられねえのが悪いんだ。そんなこっちゃ本番の時にボコボコにされちまうぞ。はい、頑張ります。諦めないやつだね。ほんと粘るな。俺だったらあの理不尽大王がスパー相手って時点で半分諦めるんだけどね。だからなんで俺まで。もう少しでタイミングがつかめそうな気がするんだけどな。左、右、左。やった。このくらい素早く駆け抜けられれば。ダメだ、完全に避け切らなきゃ。よし、一歩下がれ。一発入れしまえ。
村さん、エルボーは汚いですよ。うるせえ。まあとりあえずギリギリで間に合ったようじゃな。曲げ体全体で巻き込むようにして横から打ち込む突進型ファイターとは相性の悪いパンチでも、かわすことができれば逆にこちらがチャンスになる。やれるだけのことはやった。あとはベストを尽くすだけだ。新人王戦のゴングが今鳴らされる。次回、剛腕フック対アッパー。